はい、どうも、ワドツです。今日は2019年1月の5日、夜中の3時です。よろしくお願いします。ふわっちの方は匿名の狐枠、ツイキャスの方は、コテハンですね。コテハンでコメント書きます。よろしくお願いします。どうも。はい、ワードツー。大丈夫かな？見れてる？はい、ワードツー。はい、ワードツー。ふわっち不具合多いね、最近ね。見れてる？ありがとう。どうも。ミニ四駆の騎士。昔から子供の頃からデザイン変わらないってすごいよね、これ。タミヤ。すげえよな。ずーっと同じデザインだもんね、これ。博士ではないよ、俺。タミヤの本社、静岡なんだ。へえ、知らなかった。知らなかったな。タミヤの前ちゃんが誰かわかんねえな。誰だろう、それ。地元なんだ、静岡。なんか工場とか行って、なんかプレミア工場限定とか売ってたらいいんだけどね。ホビー感もあるんだ。へえ、知らなかった。せこい乞食。え、今さら 今さらせこい乞食ですよ。 今年調子いいっすね。すげえ、なんか楽しいっすね。配信者はみんなクズ前提で見てるはずなんだけど、今更でしょ。全然クズだよ。人様からお金もらって生きてんだから。ホビー感でも同じ T シャツ買ってきた。結構種類あるんだよね、タミヤの T シャツ。ま、バックプリントだけ、前プリントだけとか、白とか黒とか。なんかパーカーとかもあるし、なんかいろんな種類あるよ。いろんな種類が。一種類だけじゃない。さっきの枠でいくら稼げた？ご想像にお任せします。ご想像にお任せします。頑張って推測してください。パーカーとかいいよね。ジャンパーとかもあるんだよね。スウェット、パーカーとか。なんかいろんなのがある。照明やだって言われても、俺が好きな照明、なんで俺が自分の部屋のインテリアを自分で好きなようにさせてくんないのよ。赤やだ、怖いって言ったって俺が好きな色なんだから。ふわっちでコメントしてるやつはツイキャスに行ってまでワードを見たくない。全然いいんじゃない？ブルーがいい。だから俺のテーマカラーだもん、赤は。服ね、あんまり興味がないんだよね、服に。なんか微妙なんだよね。You win。 いや、素直な意見なの分かるけど、俺が好きなインテリアにさせてよ。俺の部屋なんだから。あ、俺のこと嫌い？あ、そっか。なんで嫌いなのに見に来んの？ブロックしたら二度と見なくて済むんだぜ。ブロックしてくれていいよ、全然。なんか嫌いって言われたら俺も気分悪いからさ、できれば好きな人に見てもらいたいな。ワンワン。仮面ライダーブラック。
RX、そう。あの曲かっこいいんだよね。入場曲にしたんだけど。アグリン桜じゃないよ別に。あの花火は伊藤のアンチだろ、決闘断ったら。決闘断ってるのは俺じゃねえから。なんで話が分かんないの。 俺はリング用意するよって、向こうが逃げてるんでしょって。 なんで俺なんだよ。なんで話分かんないの。俺がリング用意するっつってんだから、向こうがやるっつったらやるよ。俺は全然やるよ。なんで話わかんねえんだよ。ここまで丁寧に話してんのに。あれ、超かっこいいよね。仮面ライダーブラック RX。音もかっこいいし。Wake up! あれ、爆音で流れたらかっこいいよね。Wake up! The hero! 燃え上がれ！ふわっち置いてけぼり気分。なんで？いや、ここまで何回も説明してわからない人はなんでわかんねえんだろうって思うよね。閲覧こんなもんだよ、俺のリスナーは。そう、ヒーロー感があって特撮感があっていい、かっこいい曲なんだよね。格闘技って言ってるやつ笑う。あ、そう。笑えばいいんじゃん。全然笑えばいいと思うよ。ステゴの、まあ最後だからね、今回ね。まあ3年連続やるわけだから。まあ俺はいいイベントだと思ってるけど。そうそう、小峠でファイターだけ。うぜえから枠切って付け直す。いらないよ。閲覧なんか気にしてないもん。昔のアニソンも良かったね。ロマンティックあげるよとか、アンバランスなキスを交わしてとか、あとなんだろう、止まらない願いとか、譲れない願いか。名曲いっぱいあるよね。何なんだろう。パプア君の曲好きだったね。うんばば、呼んでるって。うんばば、歌ってる。ペガサスファンタジー、セイントセイヤ。そよ風リズムでヤシの木が踊るフラダンス。真珠の貝殻浜辺でいっぱいあげよう。イライラするなんて。監督業進んでますか？監督業ではないけど、映画やってますよ。俺、マーマレードボーイだっけ？だけど気になる。昨日よりもずっと。とか。あれ、マーマレードボーイだっけ？ご近所注意報だっけな。あの歌も好きだったな。マジカルタルルートなんだっけ？覚えてねえな。たこ焼き大好きタルルートっていう、たこ焼きの CM の歌だったら覚えてるけど。どんなんだったっけ、タルルートくん。覚えてねえな。もう何にも心配いらないよ。タルルートくん、よかったよね。ツイッターにアップしてないですね。作品できたからでいいやと思って。前回のはしてない。ありがとう。はーい、22号さんしつこいんでブロックでーす。さようなら。はーい、さようなら。三松さんね、ちょっとね、ドラマの仕事が決まって、ドラマが忙しかったんだよね。なあ、今年から、多分、そろそろ、配信やると思うよ。
いつでも俺タルルートだって友達なんだろう。ああ、覚えてねえな。あのさ、ブルーシードだっけ？ブルーシードっていうやつのさ、あの歌かっこよくない？あの曲、マジで名曲だと思うんだけど、知ってる人いる？タラッタタラッタタタタラタタ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 ってやつ。めちゃくちゃかっこいいよね、あの曲、ブルーシード。知ってるかな、ブルーシードのオープニング。ミステリス東京ってやつ。タン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 。あれかっこよかった。知らない？めちゃくちゃかっこいいよ。ブルーシードオープニングとかで検索したら出てくると思う。うん、はい、14号しつこいよ。14号、あの、リスナー同士で喧嘩しないでください。14号ブロックでーす。はい、ブロックでーす。はい、ブロックしました。さよなら。うん。カルナバルベブル、バベル。カルナバル、バベルって曲なの。うん。いや、別に狙ってないよ。起きてる時配信ずっとやってるもん。ない。何かを狙ってやってない俺。ないちいち考えてたらめんどくさいよほんと。空欄コメントって打てるんだ。26号さんいらっしゃい。キャッツアイいいね、かっこいいね。トゥントゥントゥン、街はきらめくパッションフルーツ、ウィンクしてるエブリナイト。あー、あれはいい歌だね。リスナー同士の喧嘩見にくいよね。テレテテレテレテンテンテン、テレテテレテレテレテテン、甘いメロディー、風に乗れば今夜、秘密めいた扉がどこかで開くよ。タッタッタッタン。ボノボノなんだっけ、ボノボノなんだっけ、何なんだっけ、覚えてねえな。ボノボノオープニング何なんだっけな。アニソン良かったよね。なんかあのルローニケンシンからバンドブームになったの。ルローニケンシンであのバンドを使い始めたんだよ。ジュディマリとか。そう、あそこすごかったんだよな。あのアニソンっぽくないのを使い始めたの、もう確実にルローニケンシンなの。そばかす、シャムシェードの3分の1の純情な感情で、そっから CD が売れるようになって、アニメの主題歌はバンドがやるようになってたんだよ。うん、毎日がとてもつまらなくてって歌詞がいい。あ、思い出した。俺ね、魔法陣ぐるぐるのエンディングテーマの風に遊ばれてっていう曲聞くと俺泣きそうになるんだよ。これわかる人いる？風に遊ばれて好きな人いる？俺ね、あれ何回聞いても泣きそうになるの。どうにもならない今日だけど、平気たんな道じゃひとつまらないだけ、君と生きてく明日だから、はい、上がるぐらいでちょうどいいっていう。すげえなんか泣きそうになる。あれわかる人いないかな。風に遊ばれてマジで名曲だからね。あれなんかね、涙がこみ上げてくるんだよね。あの頃よかったわ。聞いたことない。風に遊ばれてマジで名曲だよ。普通に泣けるよ。歌詞がめちゃくちゃいいの。この服エロいか。もう超おすすめだわ。魔法陣ぐるぐるコアじゃないでしょ。魔法陣ぐるぐるは国民的でしょ。はい、おやすみ。うん、聞いてみて。風に遊ばれて、魔法陣ぐるぐるのエンディングテーマ、マジで泣ける。
俺もうマジであれ聞くと本当に反射的に涙こみ上げてくるの。あれはえぐい、マジでいい。あの曲はなんだろう、子供の頃思い出すんだよね。風になりたい、風になりたい、風になりたい、風になりたいはちょっと結構泣ける曲あるよ。うん、結構泣ける曲ある。いや俺トレーニングなんかしないよ今回のスゴロ、めんどくせえから。イベントに出るのになんでトレーニングが必要なんだよ。ルパン三世のテーマか。ぐるぐる面白かったよね。単行本もおしゃれだったし、序盤の魔法陣ぐるぐるはマジで名作だと思う。途中からね絵柄変わって俺は好きじゃなかった。なんかファンタジーギャグっていう新しい路線作ってて、初期の頃のぐるぐるは本当すげえ好きだったな。後半はねなんか絵柄変わってタッチが変わってなんかポエムとか書き始めて、なんだこれとか思って見るのやめちゃったけど、直樹兄さん去年やって負けたじゃん。去年やったよ俺。腹減ったな今日、飯まだ食ってないんだよな。ご飯炊けたからすき焼き作ろう。っていうかのりこ心配だな。のりこ大丈夫かな、めちゃくちゃ心配なんだけど。なんか頭痛くて来週 CT スキャンと、あとなんだっけ、 CT スキャンとね、あの CFA、 CT スキャンとなんだっけ、 MRI か、 MRI に入るって。頭痛が抜けなくて病院に行ったんだって。でそしたら CT と MRI だって。いやなんかすげえやだな、なんか頭痛いのが抜けない。来週検査だって。ああ明日の情報見たことないな。ロッキーも見たことないんだよね。あ、ツイキャスの皆さんもしよかったらコンティニューコイン無料分でいいんでコンティニューコインお願いします。ツイキャスの皆さんぜひコンティニューコインお願いします。そうそう、みやびと、やだな。なんか去年いろんな人が亡くなったかんな。もう悲しい思いしたくないよ俺。そういうこと言う36号、超不謹慎なんだけど、なんだこいつ。ねえ、いやクモ膜下とかではないと思うけど、え、 YouTuber 亡くなったの？へえ。いや配信者の彼女になってね話するなっていう方が難しいよ、うん、それはもう一番最初に付き合う時に話したもん。
配信者と付き合うってもう覚悟してねっていう、話すなって言うんだったら俺と一緒にいれないからっていうのはしっかり話してあるから、それは俺と彼女の問題だから。スマホそんなに見てないと思うけど。YouTuber なくなったんだ。ステゴロ3出るよ。わかんない。血圧把握してないな。のりこの。のりこの血圧わかんない。飯でも作るか。もうちょいしたら。元旦にサイパンの海に流された？何それ。サイパンってだってめちゃめちゃ、なんだろう、波ない海じゃない？すっごい浅いんだよ、サイパンの海って。まあ働いてないね。さっきの枠見れなかったけど、なんで養分に4個だったの？いやいや、普通に枠覗いて、バーガー1個投げて。で、まあ別に何コメント書くわけでもなかったんだけど、急になんかディスられて、なんか養分伊藤が、なんか雑魚なんだからや、てめえ弱えんだから捨て頃なんか出んじゃねえよとか言って、めちゃめちゃなんか雑魚野郎とか言って、いきなり煽られて、何これとか思って。まあそんだけ強いんだったら、じゃあリング用意するから上がれよっつって、逃げんなよって言って、そんな感じ。今話題になってんだ。そうそうそう。ただそれだけ。浅瀬でも高波にさらわれたら死ぬ。ああ、まあ自然は怖えよな、それがあるからな。でも別になんか YouTube でどうこうってわけじゃないんでしょ？ふざけてたとかじゃなくて、普通になんか波にさらわれて死んだんでしょ？別に YouTuber が死んだっていうよりも、ただの事故じゃないの、それは。単純に。自然系は、わかんない。YouTuber とか全然わかんない。瀬戸康史さんとヒカキンとかしかわかんない。水たまりボンドとか。よくわからん。まあまあ、話題になってるってことは相当有名な人なんだろうね。40号さんいらっしゃい。もう髪黒くしちゃったけどね。高波あるんだ。アバンディーズのエイジ。もう何言ってるか全然わかんねえな。アバンディーズのエイジって言われても何もわかんない。マディス・ミゼルのガクトぐらいわかんないね。マディス・ミゼルのガクトはわかるか。なんだろう。残り5分。ご飯作る配信しようかな。どうしよう。腹減ったからすき焼き作ろうかな。どうしようかな。
あ、僕ニートです、ニート。無職です。はい、ニートですよ。41号さん、ウォーキングダイエットの正しい歩き方を教えてください。ひたすら歩くひたすら歩く、歩く歩く、疲れるまで歩く、汗かくまで歩く、そしたら痩せる。アメリカ海軍のでっかい船が浮いてて怖い。何の話？僕はただの無職です。はい、メイウェザーとナスカーの試合見ました。見たよ、見た。まあ予想通り、もうなんか那須川が勝つと思ってたやつ頭湧いてるなと思って。あれは那須川天心が強いとか弱いとかいう問題じゃないの。そもそも論点がずれすぎ。ボクシングルールで5階級無敗で5階級制覇したやつにボクシングで勝てるわけないじゃん。那須川天心普通にクソ強いよ。だけどボクサーじゃないんだよ。めちゃくちゃだよ本当に。メイウェザーって5階級制覇を無敗でやってるんだよ。勝てるわけがないんだよ、誰がどう考えても。キックボクシングだと俺那須川天心が勝つと思うよ、余裕で。あ、サイパンの海の話ね。まあ第13の怖さもだってメイウェザーがハードパンチャーだっていう認識ないわけじゃん。ディフェンスが上手くてフットワークが軽くてっていうイメージじゃん。で実際メイウェザーってハードパンチャーじゃないのよ。で階級差があるとあれだけだよ。だからいつも言ってんだけど、5キロの重り持ってぶん殴ってみなよって。 2.5キロ2.5キロって、どれだけ怖いことか素人でもわかるでしょ。ダンベル持ってごらんよ。剣が初見に切れたら和道に花火師取られたって言ってたけど誰？いや俺花火師さんがそもそもいない花火師取る取らないとかじゃない、俺営業かけないから。花火師いないよ、匿名さんが投げてくれてるだけだよ。キックだったら余裕で那須川天心が勝つよ。いや普通に面白くない満喫王は俺普通に言っちゃうんだよ、つまんない人にはつまんないって。面白い人は面白いって言うから。はい、ワード2。本当につまんない人につまんないって言った感覚だよ。まああと面白いかつまらないかっていうのは何だろう、その人の IQ があるから。よく言われてるのがそのテレビは IQ40 向けに作ってるっていう、頭の悪い人向けに作るっていう風に言われてるよ。勝てるわけねえだろ、聞かなくても分かんだろ。中西マン見たことないから分かんない。メイウェザーと対峙したことないよないない、いやマジって言われても分かんない、まあテレビはそうだよ。まずテレビマン電通とか博報堂が最初に番組テレビタレントに教え込むことは、ゆっくり喋ってください、大きなリアクションを取ってください、分かりやすいようにしてください。うわー、こんなことやってる配信者いる？うわー、おいしい。これ幼稚園児と接する時のリアクションだよテレビタレント全員そうじゃん。うわー、いや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 、兄さん、そう、バカバカが多い。平均以下っていうか、まあ見またかよとかやめて、ちょっと、あ、石川のりゆきさん、まあだから人数が多だから、有吉さんがすごくいいことを言ってて、有吉さんが表現したのは、メジャーになるっていうことはバカに見つかるっていうことなんだっていう。面白い番組は数字取れないよっていう。で、メジャーになるっていうことはバカに見つかったっていう表現をしてる、有吉さんは。だから尖ったコンテンツとか面白いコンテンツはもうメジャーになった瞬間できないっていう。
まあヒカキンとかもそうだよね。みやびくんがシャブを昔やってたのは自分の放送で言ってたよ。深夜放送だから、俺も好きな深夜放送、ガサ入れとか、めちゃめちゃ面白かったの。淳さん、ロンドンブーツの淳さんがやってた深夜番組で、ガサ入れっていう神番組あったんだけど、めちゃくちゃ面白かったの。だけど、ゴールデンに行って、もう全然面白くなくなった。なんとかメールとかさ、あれの原型になってる番組なんだけど。いや、有吉さんのラジオはめちゃくちゃ高度だよ。有吉さんのラジオ聞いてからいいな、それ。バカ向けじゃないよ。めちゃめちゃ頭いいよ、あそこ。まあ、テレビはやらせだよ。そりゃそうだよ。演出がなかったら面白くなんないんだから。いや、ガサ入れの深夜版めちゃくちゃ面白かったよね。もう、淳さんのトークがすげえ冴え渡ってて、すっげえ面白かった。だからなんか電凸の下りだよね、あれ。有吉の芸能人とかのブログとかで何々してましたよっていうハガキコーナー大好きなんだよね。あいつあんなことやってましたよとか、あのコーナーめちゃめちゃ好き。明らかにもうね、勝者からの手紙じゃなくて、有吉がハンドルネームで言いたいこと言いまくって、ベッキーのやつがブログでこんなこと言ってましたっていう。そう、すげえ面白い、あれ。まあもうテレビ見ないでしょ。伊集院光はもう天才だよ、本当に。ラジオの天才だよ。あれ面白いよね、有吉さんのコーナーね。あと占い師のことをね、インチキ統計学とか言うの。統計学っていう言葉を使ってほしくないとか言って、占いとかクソだからとか言って、めちゃめちゃこき下ろすの。あれだろとか言って、エハラとかもクソだろとか言って。 まあもちろんもちろん放送作家もそうだけど、あれは明らかに有吉さんも作ってるよ。まあ、あそこの放送作家優秀だよな。うわー、また大凶じゃん。45号さん、ありがとう。なんで大吉出ねえんだよ。もう大凶で終わらせたくないから。ああ、今日ばっかり。さっきも今日ばっかりだった。大吉全然出ねえんだよ。腹立つよな、ここまで出ないと。俺は島田紳助さんが本当の天才だと思う。俺はもう芸能人でトーク、雑談っていうジャンルやらせたら、島田紳助超える人はいないと思ってて。もう本当の天才。ただ、俺は紳助兄さんの大嫌いなところが、時々感動系に持ってこうとしたり、メルヘンモードになる時あんの。あの紳助さん大嫌い。もうハンカチ用意しだしたり、感動系とか、あれやらせたらもうクソみてえなクオリティなの、本当に。三文芝居見せられてるみたいで。ただ、トークの普通の、なんつうの、ザラッとして、本当になんかもう、適当にやるトークとか、もう神だなって思った。泣けるやんモード大嫌いなんだよ、俺。ただ、しんすけさんが俺はトークが一番好きだね。あれ面白かったね。博士の異常な提談でね、おい、呪い殺してみろよっつってね。江原ひろゆきとか俺も大嫌いだよ。上岡龍太郎さんは世代じゃないんだよね、俺。あ、わかんないんだよね。まあまあ、台本なかったらテレビなんか成立しないよ。それは生放送見てるみんなだったらわかるでしょ。面白いことなんか起こるわけないんだから。しんすけはいじめてたんだろう。でもって何？しんすけさんいじめするでしょ。有名でしょ。さんまさんは、天才なんだけど、俺はあんまり好みじゃなくて、あの人は素人いじりをさせたりとか、場の空気を、温度を上げるの天才だと思ってんの。話の内容は面白いと思ったことは一回もなくて、そうじゃなくて明るい雰囲気にしたり、バラエティーの人なんだよね。コメディーじゃなくてバラエティーの人。
だから素人いじりさせたり、その全体をドカーンってさせるのはうまいんだけど、内容は一つもないの。中身は全然ないと思ってる。ああ、まあ、ヘキサゴンは面白くなかったな。松新はすげえ神番組だね。俺もあんまさんまさんは好みじゃないかな。いや、俺鳥肌立つぐらい感動した話が、いいともがさ、最終回で終わるときにたけしさんがギャグをやったの、みんな覚えてる？こうやって。で、俺あれビートたけしすげえなと思って。きよしさんも分かんないね、世代じゃないね。世代的には松本人志ドストライクだね。ごっつええ感じとかガキツカとか、その上の世代わかんないんだよね。タカジンはそこまで言っていいんかいしか知らないけど、まあ、あの人すごいね。あの人はすごい、タカジンさんは。あれは天才だよ。それこそ、東京やっても成功しただろうね。あの企画力と、あの回しができる人は。あれはすごかった。オフィス来たのに入ればって何？ どこ目線？ ああ、ごっつ面白かったよね。トカゲのおっさんとか。まあ、社会派の番組作ったよね。映画まあ、順調っすね。はい。頑張ってます。いい感じです。役者さんの問い合わせとかも来てて。知らない。鮫島さんからブロックされてんだよね、俺。放送見れてないんだよね。トカゲのおっさんめちゃめちゃ好きだった、なんか。なんか知んないけど、トカゲのおっさん見てると悲しい気持ちになるんだよね。なんなんだろう、あれ。面白いのに、なんか悲しい気持ちになるっていうのと。あと、ゴレンジャイの、俺今でも忘れないけど、森ビルがすげえ面白い。強いキャラクター？もういいって、赤とか黄色とかやめようって、お前が最強に強いと思うヒーローで来いって言った時に、東野がバーンって開けて、ノーパンしゃぶしゃぶって言って ノーパンしゃぶしゃぶの格好で来たのもすげえ面白かったんだけど、その後にガラガラガラ森ビルって言ったまっちゃんのセンス、森ビルなんだと思って、松本人志ってやっぱ天才なんだなと思ったもん。松本人志にとって最強のヒーローは森ビルだから 森ビル面白かった。内容はごめんなさい、言えないっすね。ぐるぐるのハレルヤめっちゃ良いわ。なんだろうね、悲しさが少しあるんだよね、まっちゃんのコントとか。なんか少しなんか悲しげなんだよね。いや、森ビルは笑うっしょ。あれすげえ面白かった。子供の頃意味が分かんなかったけど、大人になって意味が分かって。あと、ヘテが好きだね、ヘテ。グランドチャンピオン。2020年公開ですね。切なさあるよね。何なんだろう。だから、悲劇と喜劇は表裏一体だっていう。不幸話は実は笑い話に変えられるっていうのを字で言ってる人だよね。浜田さん嫌いなんだ。俺、浜田がいなかったらまっちゃん売れなかったと思うよ。だからピンでやるコントとか尖りすぎてて、リスナー置いてけぼりじゃん。正直、浜ちゃんが突っ込んでる、やっと理解できるレベルだと思うよ。わかりづらいもん、松本人志。だから、突っ込みは必ず用意するもんね。ビジュアルバムとかだから俺は、なんか、大丈夫かっていう。わかるんだけど、ちょっと暴走気味になるっていうか、ハマちゃんがいた方が俺は好きだね。ていうかね、あとね、ダウンタウンの評論やるときに、これね、俺毎回言ってるんだけど、松本が本来、ツッコミなんだよ。で、ハマちゃんがボケなの。普通に考えたら。
だってまっちゃん怒る話とかよくやるじゃん、ラジオとかで。すごい的確なんだよ、許せへんわっていう話よくやってるでしょ。あれをね、逆にしてるからすごい面白いんだよね。松本人志は本来ツッコミの人だと思うもん、本来で言ったら。で、浜ちゃんの方が天然ボケで暴走キャラだからボケやすいんだよね。うん、それをね逆転させて、しかも逆の方がうまいっていう不思議な世界観と不思議な間になるから、あれは本当の天才だなと思うよ。え、松本人志創価学会なの？知らない。まあね、石を投げれば創価に当たるっていう有名な格言があるからね日本の格言。いや、ハムちゃんがいなかったらまず無理だったと思うよ。あ、そうなんだ。まあいいんじゃない、別に在日だろうがなんだろうが、笑い飯面白い、大好き。あ、いいとこ分かってるね。笑い飯、バカリズム、あとね、俺あのあれが好きだな。笑い飯いいとこ行ったね。笑い飯うまい。あとサンドイッチマンもうまかったし、あとあれなんだっけ、あのなんか微妙なんだけど、あの出てこねえな、大悟、千鳥、サンドイッチマン、あの辺好きだね、笑い飯。うん、あ、キリンは俺はあんまり、キリンはあんまり、いつもここから、あ、千鳥面白いよね、大悟いいよ、うなちゃんマンとね、いやー東京03アンジャッシュはないわ、ない、あんまり好みじゃない。女子供に受けるネタはあんま好きじゃない、劇団ひとりも良かったな、面白かったな、バリバリコントやってる頃とか。いや、笑い飯は分かってるなと思った。ああ、分かってるなっていう。ボケボケでやるってすごい挑戦だからね。ボケにボケ重ねてくんだよ。だから、視聴者側がツッコミっていうすごい構成だから、あれは、すごいよな。いや、ロバート・ホール、リチャード・ホール、もうどっか行って、全然話し合わないわ。多分他見た方がいいと思う。俺、腹引き団やっぱ面白かったね。すげえ面白かった、腹引き団。去年の末のクオリティ、腹引き団いいよな。風船おじさん。風船おじさん今回外ロケだったから商店街行ったかねな。俺あんま風船おじさん好きじゃなくて、モンスターエンジンの神々の遊びと鉄鋼ドラップめちゃめちゃ好きだったね、あ、ほのかちゃん、いやー、バカリズム、あれだよ、品川庄司の庄司めちゃめちゃ面白いからね。おぉ、庄司こんなに面白いんだと思って腹抱えたもん。最高に面白い、荒引きだ。いやー、あれは見なきゃダメだよ。本当に荒引きとかじゃないからね。放送事故だからね、ただの。笑い飯と千鳥の面白さがわからないんだったら、多分俺の放送を見ても何にも面白くないと思うよ。多分あれでしょう、
なんかあのあるあるなんかあるある芸を見て面白いキャーキャー言うタイプでしょ。うん。あ、夢で会えたらか。うん、まあ俺は知らないが、あれ関西ローカルでしょ多分。あ、花火全然投げていいっすよ、全然いいの35号さん。あ、ぜひぜひ花火ありがとうございます、よろしくお願いします。タイミング悪いけど花火投げていいってコメント初めて聞いたんだけど、よろしくお願いします。なんかごめんね、花火投げるのに気使わせて。なんか心苦しいわ、うん、よろしくお願いします。夢で会えたら面白かったんだ、見たことないな。いや知らないけど、別にお笑いそんな詳しくないけど俺、偏見がすごいな27号の。いやまあ面白くないなら面白くないでいいんじゃないの、笑いなんてそれぞれの好みなんだから。お前らだよ57号。 RC やミニ四駆やってるの？ RC？ ミニ四駆はやってないですね、トイレを直してます僕は。あの、はい、トイレを直してますね、それだけですね、特に別に何もないですね。ミニ四駆も別に作ってないですし、はい、27号が面白いと思う芸人聞きたいね、何なんだろうね。いやめちゃめちゃもう漂白して何回も洗ってるから全然綺麗だよ、うん、全然綺麗綺麗。え、花火投げないの？なんで聞いたの？え？結構待ったけど、ちょっと待って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 、花火投げていいですか？タイミング悪いんですけどって、ぜひお願いしますって、なんで投げないの？あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。いい年にしましょう。ねえ、27号がくっそ面白い芸人を教えてくれるんだろうね。ああ、ありがとうありがとう。うん、え、待ってるのって何？いやいや、あなた、え、どういうこと？投げていいですかって言ったから投げてくださいって言って投げないの？え、どういうこと？意味が分かんないんだけど。え、待ってるのってどういうこと？うん。ちょっとよく分かんねえわ。うん、へえ、そんな T シャツあるんだ。知らねえな。あ、まあ便座より、まあいや便座の方が汚ねえだろ。それはなんか言い過ぎだろ、便座の方が絶対汚いわ。うん、タイミング見計らってるんだ。あ、了解です、はい。プロ花火師はタイミングを見計らう。すいません、なんかごめんなさいごめんなさい、あのもう本当に花火師さんのタイミングで全然いいんで、はい、すいませんでした、なんかせかすみたいでね。ツイキャスの方、コンティニューコインお願いします。ツイキャスの方、ぜひコンティニューコイン投げてください。うん、27号さん、まだ？ 27 号さん、あなたが面白いと思う。みんな待ってますよ。ねえ、43号さん。27号さんは、お笑いにすっごい造形が深い方ですから、まだですか ?27 号遅いね。よっぽど面白い芸人を出してくるんだろうね。
小籔さんまあうまいよ、小籔さんうまいよ。じゃあツイキャスの方終わりにします。ツイキャスの方々ありがとうございました。いや27号がどんなね人を選ぶのか楽しみで楽しみでしょうがないよ。桜塚やっくん、桜塚やっくんなんだ。いやもう亡くなった人はちょっと卑怯じゃない。桜塚やっくんコメントしづらいよ非常に。ツイキャスもやってるやってる。コテハンがいいっていう人がいるから、少数だけど、アンチコメント見たくないっていう人もいるのよ。亡くなっちゃったね。あ、いや出川哲朗、いやまあ、うん、まあいや面白いけど、いや普通にプロフェッショナルだけど、まあなんかコメントしづらい。まあまあ面白いね出川哲朗はね。ツイキャス今終わったタイミング的に、まあまあ出川面白いです。ありがとうございます、ありがとうございます。66号さんいいね、ありがとう。いやまあ面白いよ。ありがとう66号さん、ありがとう。じゃあ話終わりだな。いや反論ないでしょ、出川さん面白いでしょ。だって電波少年の出川さんとか今見ても笑えるもんね。あのロシア人にオカマ掘られる回最高に笑ったもん俺。いや出川さん面白いよ。いや誰でも面白いって言うよあれは。バカありがとう、ありがとう。そうそう、27号がつまらないことは分かったよね。ギャグセンスがないっていうことは分かったよね。27号はつまらない、出川さんは面白い。なんで部屋赤いの？ライトっすね、ライトっすね、照明です。そう、素人がわからない2な笑いっていう、もうめちゃめちゃポピュラーな人言われてもね、そんなこと言われても。あ、俺ねこれ母親がそうだったんだけど、萩本欽一面白いって言ってるやつ大嫌いなんだよね俺。欽ちゃんで笑ったこと一回もないの、これわかる？いやこれ和道リスナーだったらわかると思うんだけど、欽ちゃんで笑ってる、まあまあターゲット層が明らかに子供だけど、わかるかな。いや通な笑いってそもそも何って話だけど、ほんとそれ、ほんとそれ、つまらない。萩本欽一大っ嫌い、わかる？俺母親が欽ちゃん派だったんだけど、あ、まあ勝俣さんは腕あるからね、普通に面白いからね。俺欽ちゃんは全然面白くないと思う、俺も大っ嫌い。なんかなんであんなポジションにいるんだろうと思って、すげえ嫌い。仮想大賞のノリも嫌だよね、なんか、なんかクリーンな笑いやってます感がすげえ嫌だった。江頭は面白いだろう、普通に面白いでしょ、江頭は神だよ。欽ちゃんの相方が面白かったの？そうそうそう、なんか嫌だよね。江頭は面白いでしょ、江頭さんめちゃ、江頭さんより俺は大川工業の大川総帥の方が面白いと思ってるけど、大川総帥のラジコンだからね。君まろさんは腕あると思うよ。あの明らかにターゲットを絞ってやってるから、あの好みではないけど確実にスキルあると思うよ。あの台本なし脚本なしで持ちネタで即興芸で、あれ即興芸ではないけどネタもあるんだけど、あれで2時間公演でドカンドカン笑い取れるのすごいと思うけどね。所ジョージ嫌いだったけど大人になって分かった、かっこよさが。ていうか所ジョージお笑い芸人じゃない、あの人歌手だから。
所ジョージはギタリストで歌手だから。ああそう、金ちゃんの言葉がありがたいみたいな風潮もやだ。何にも面白いと思わない。あと俺は高田純次先生生で見た時に先生って叫んだ、タモリさんはすごいと思うよ。タモリさんプライベートエピソードが面白いからね。タモリさんは大人だよ。あの人は昼のね番組やる人じゃないもん本来。タモリさんの、タモリさんは昔から面白いよ。ただその本来サブカル系の人なのによく昼間に出したなっていう、あのブッキング。あー徳光さんね、やっぱ、ね、俺でも有吉さんがやっぱ芸人としてかっこいいのが、一回あそこまで売れてどん底のアルバイトまで行って10年近く、10年20年で這い上がってきたのがめちゃくちゃかっこいいと思う本当に。あ俺ね、あの正直嫌い、石橋貴明正直嫌い。あの相方は好き、のりさんは面白い。だけど石橋貴明はダメだわ、あ生理的に無理。坂上忍も生理的無理。いや高田純次先生かっこいいよね、めちゃめちゃかっこいい。俺あの一般人の素人いじりのさ、君かわいいね、沢尻エリカにそっくりって言われるでしょうって言った、言われないです、言われたことないですって女の子言ったのに、だよねっていう、あのお決まりの返しがすげえ好きなの。君新垣結衣そっくりだねって言って、え言われたことありませんって、だよねそうだよね似てないもんっていうあのテンプレート最高に面白いんだよ、ね。いやーないかな別に赤塚不二夫面白いと思ってないもん俺まあ飲み屋から引っ張ってきたんだろうね。島田紳助から始まってんのこのトーク。島田紳助、芸能界で一番喋りすごい人って誰だと思うって言って、俺が島田紳助さんって言ってから始まったトークなのこれは。俺はだから芸能界で一番喋り上手い人は島田紳助さんだってずっと昔から言ってて、ただメルヘンモードと感動系に走るしんすけさんは大嫌いだったけどねなんかなんかエグエグ言い始めたり素敵やんみたいな、なんかね、あれは嫌いだった。すぐチャンネル変える。いや高田純次はすごいよね。あまあまあ放送作家次第でしょ。延長いいかな、もうこれで終わりにしようか。言葉がクソ軽いの本当に。そういい表現だね、言葉がクソ軽いってすごい表現。そうペラッペラの軽っ軽なのがいいんだよ。感動系あざといっていうか、まあ明らかにバカの層、それこそ視聴率ね偏差値40の層を狙いにいってるんだろうけど、俺は嫌いだったね、もっと尖ってて欲しかった。いや俺は喋りは上手くないよ、石川紀之さん喋りすごい上手いよ。俺は癖が強すぎるからコアなファンがつく。あんまりなんだろう、大衆受けする喋りはしてないよ。ダメダメ、だからテレビは全部やらせです。はい、ということでありがとうございました。お疲れ様です。めちゃくちゃかっこいいよ生で会ったら。